はい、どうも、ギガです。今回はですね、氷属性の片手剣の装備をね、2つ紹介しようかなと思います。まあ、1つ目がこれですね、カイザーファルメル格用ジャナフインゴットで、5石に快進撃属性レベル2とニスロの5石、まあ、ちょっといい5石、ちょっとつか、まあ、そこそこいい5石なのかな、わかんないけど、を使ってます。まあ、ただ、この5石がなくても、超会心か、会心劇属性、まあ、どちらでも好きな方を落とせばね、一応作れる構成にはなってます。落とすとするんだったら、超会心か、会心劇属性かなと思います。まあ、で、まあ、装飾金はこんな感じですね。耐絶、耐絶、耐絶、通撃、超進、防御、防御、防御、超進と。まあ、装備5成、見切りと弱点特攻。で、まあ、火力上げてて、超会心と会心劇で、まあ、通常の物理会心と属性会心どっちもダメージ上げてますよっていう感じですね。で、片手剣にクシャルダオラの片手剣なんですけど、これ元から会心率 10% なんで、110すると攻撃力強化3つけてて、元の会心率 10% と見切りの 40% で 50% と。で、弱点特攻で頭を殴れば 100% の会心率が出せますよっていう装備ですね。なおかつ元から白毛があるんで、まあ、最初の瞬間火力はそこそこ高いですよと。まあ、瞬間火力も高いですけど、僕はもう気にせず旋回ループというか回転切りループっていうのかな。で、もうじゃんじゃん切れ味使っちゃって、青ゲージでバンバン火力、DPS をとにかく出そうっていう運用をしてます。これ結構ね、まあ頭狙える人、かつソロ運用でね、まあまあ火力出せて、割とね、いい装備構成になったかなと思います。なおかつ、会心劇属性っつうか、その、元の 10% と見切りの 40% と会心劇属性によって、そこそこね、その、属性ダメージも出るので、ディアブロス、今回ディアブロスを特に対象として捉えてるんですけど、ディアブロスって、角と足の残肉質がちょっと固めで、ちょっと固めなんですけど、属性はね、そこそこ通りますよっていう肉質をしてるので、まあ、頭じゃないところを攻撃してしまっても、まあ、そこそこ火力を出せますよっていうメリットがあります。結構、このね、弱点じゃない部位を攻撃してもね、一定の属性ダメージが出せるっていうのがね、まあ、属性武器の旨味かなとも思ってます。これ結構火力出る構成なんで、わりかし気に入ってますね。なおかつ、まあ、1スロがたくさん余ってるんで、防御と気絶耐性も入れてますけど、まあ、気絶耐性抜いて、防御に全振りしてもいいかもしれないかな。で、もう一個の構成がこれですね、ほぼ一緒なんですけど、腕を加害。マガイマガドの腕に変えて、匠を出してますと。装飾品も変えてて、これは攻撃に3スローのやつを使ってます。まあ、攻撃2と2スローがあればできますと。で、スキル構成こんな感じで、超会心と弱毒を完全に抜いてます。あ、超会心1個レベル1を負けてきてるんですけど、頭が狙いないよっていうような人とか、マルチでやる人向けの構成かなと思います。まあ、攻撃7と、氷属性強化3、あ、5。と、見切りも7。と、まあ、一応、会心劇 50% いくんで、会心劇属性もレベル3まで上げてますと。で、見切り、匠についてるんで、切れ味がね、白ゲージが30ゲージ分あるんで、結構、継続火力も伸びました。まあ、これは本当に安定性を求めたっていう感じの構成ですね。頭じゃない部分、角とか足を殴っても、結構なダメージ出せるし、頭殴ってもそこそこ、いいダメージが出せますよっていう構成になってますと。なおかつ、匠で、継続火力もね、割と出せるんで、個人的にはね、結構これ使いやすくて、使い勝手のいい構成かなと思ってます。で、まあ、一応マルチ運用を前提とした装備構成してるんで、ひるみ軽減もね、1個つけてます。まあ、ひるみがいらないっていうよう人は、だったら、そこに防御とかを入れてもいいかな。まあ、今作、今のところ本当にね、片手剣はギリギリ属性よりも物理特化の方が強いよね、って言われてるんですけど、まあ、割とね、特化した装備が組めるんだったら、属性武器もね、捨てたもんじゃないかなと思ってます。なおかつ属性武器、まあ、その、さっきも言った通り、足とか、そういう狙いやすい、比較的、なんだろう、安全に立ち回れて攻撃ができる箇所。で、肉質が硬いんで、その物理肉質が硬いんで、弱点特攻が生きないと。そういったところでどうやって火力を出すかっていうと、属性武器の属性値で、火力出せばいいよねっていう運用ができるのが強みかなとも思ってるんで、まあ弓とか双剣はね、物理よりも属性の方が現状いいのかな、ギリギリ物理の方が勝ってるのかな。まず片手剣はね、そいつらより比べると手数少ないんですけど、全然ね、物理、属性片手剣を使うメリットはあるかなと思うんで、特にね、このクシャルダオラの片手剣強化も入ってめちゃくちゃ強くなったんでね、結構いい性能してるなと思って、まあそれを生かす装備構成にしてみたんでね、
まあ、気になったらよかったら使ってみてください。ソロでやる人はこっちの弱徳使った火力モリモリ構成がおすすめです。マルチの人はね、さっきの弱徳とかを抜いた氷属性とかをの上げた構成の方がおすすめかなと思います。まあ、よかったら使ってみてください。さらば。